はい、えー、中国地方にお住まいの皆様、電気代がなんと3割以上値上げになります。こういう記事ですね。中国電力家庭向け、えー、規制料金を平均31%値上げ、2023年4月から経産省に申請ということでございます。中国電力がね、あの25日家庭向けの規制料金の平均31.3%の値上げを 経済産業省に申請したということですね。まあ原料の高騰というのはね、もう避けがたいことではあると思いますけども、やっぱり3割値上げとなると、まあ物流ですとかその方が企業活動にも影響するのかなと。まあ私たち家庭の電気料金が値上がりするのは本当に痛いんですけども、それに付随する様々なものも、当然エネルギー価格が高騰すれば値上げということになります。 ウクライナ情勢や演奏を受けた燃料の高さを反映させるためで、えー、来年4月1日の実質を目指すと認可されれば値上げは第2次石油危機の影響を受けた1980年4月以来43年ぶりということなんで、これはニュースですね。中電が決められる自由料金も同時に見直し、条件の近い規制料金より安く設定する。ま、あいろいろありますけども、私たちの暮らしが楽になることはないですよね。 電力の自由化っていうことで、まあ民間企業様々ままなところが、まあ電気代をね、打ち出してきましたけども、結局そういうところも、まあ、打ちひしがれていって、私もそうですけども、結局は中電と契約するしかなくなっちゃったんですよね。でも、その中電も料金が上がって、いやーなかなか厳しいところでございます。毎月1万円払ってる家庭で1万3000になると。2万円使ってるところで2万6000になるわけですよね。まあ私のところはね、 6万円ぐらいなんかね、なぜかね、電気代がかかってるんですけどもね、これどういうことなんでしょうかね。もう元が高いんで、もう値上げしてもね、もう、麻痺しちゃって、何も感じないわけないね、3%も上がったら。で、約220万件の規制料金の半分を占める従来の電灯 A は、月 260kW 時を使う家庭の場合、1万4208円と、1万428円ですね。と、12月分より、 2399円。29.9%上げるということになります。燃料価格の変動を電気料金に反映する燃料調整制度での添加分の上限を引き上げることも必要と。現行の従来電灯 A は5月以降上限の8029円に達しており、超過分は中電が負担していると。まあ、なんかいろいろとややこしいことがありますけども、要はタイトルの通り3割電気代が値上げになりますたということですよね。 うん。まあ、なんとも言えないですね、これはね原。原発再稼働という風な流れになるんでしょうか、やっぱり。うん。任とも関ともでございます。